ワンカラットは日本の競争馬。名前の由来は一番に輝け。主なカチクラはフィリーズレビュー、函館スプリントステークス、キーンランドカップ、オーシャンステークス。2 0 0年4月3日の北海道千歳市の八代大ファームで生まれる。ワンカラットは母親がワンカラットをお腹に宿したままフランスから輸入した持ち込め馬であった。中央競馬で 競争生活を送る。デビューは8月10日の小倉の芝線2 0 0メートル。2番人気だったが、直線抜け出して、デビューを飾った。この後は立て続けて重症に出走したが、ファンタジーステークス2着が最高だった。G1 阪神ジュベナイルフィリーズも12着に敗れている。冬場は休養に当てて、初戦は、フィリーズレビューで6番人気だったが、直線抜け出して解消。 重症発制覇するとともに、大歌唱への優先出走権を獲得した。そして、本番の大歌唱だったが、中段から直線を上げて4着に入りオークスへの優先出走権を獲得した。しかし、陣営は距離適正を考慮して、オークスには向かわずに NHK マイルカップへ向かった。しかし、NHK マイルカップは後方に置かれ、直線を上げるも六着に終わった。この後、 夏場は休養に入る。そして秋初戦のローズステークスは10着だった。本番の週刊賞では後方集団からレースを進めるも伸びあぐねて7着に終わった。その後12月の阪神カップに出走したが16着と大敗した。初戦の京都品馬ステークスでは先段でレースを進めるも4着に敗れた。続く阪急杯では栄進フォワードの2着に入った。 続く、阪神品バステークスでは2番人気に押されたが、後方からレースを進めるも伸びきれず9着に終わった。本番のビクトリアマイルでは先段追走も、直線で伸びず7着に敗れた。6月6日の安田記念に登録をしたものの、賞金不足により除外となり、翌週6月13日の CBC 賞に出走、中段追走から足を伸ばして3着と、構想した。 一ヶ月間を置いて、函館 A 点線、7月4日の函館スプリントステークスに出走し、1分8秒2のレコードタイムで優勝し、重賞2勝目を挙げた。続く8月29日のキーインランドカップでは、先段追走から4コーナー手前で先頭に並びかけると、直線で内から伸びてきた JK セラビとの競り合いを制し、重賞3勝目を挙げるとともに、 サマースプリントシリーズチャンピオンに輝いた。そして、本番のスプリンターズステークスに2番人気で出走。中段待機も直線で伸びきれず5着に敗れた。初戦の半球杯では2番人気に押されたが、3コーナーでの不利があり5着に敗れた。本番の高松の宮記念では先段を追走するが、直線で失速し15着に終わった。レース後。 左前足のひずめ骨を骨折し休養。10月29日のスワンステークスで復帰したが7着に、敗れた。続く11月26日の軽半杯では、後位から足を伸ばして3着と、構想した。12月17日の阪神カップでは、中段待機も直線で伸びず12着に敗れた。初戦のヨド短距離ステークスでは後方を追走し、 直線をやげるも4着に終わった。続く3月3日のオーシャンステークスでは、中断待機から直線で打ちをついて、鋭く伸び、重症4勝目を挙げた。高松の宮記念に出走登録をしていたが、左前足の不安により出走を回避。そのまま引退し、八代大ファームで繁殖品場となる。2013年3月21日に初後誕生。 2015年7月25日中京競馬場後、R にて初語のワントゥワンがデビュー戦を勝ち3区初勝利を挙げる。ありがとうございます。